Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。さあね、今日は遅れた理由はですね、ルアー買ってきちゃったからです。さあ、今日のルアーを紹介していきましょう。今日はね、8000円分、8000、いや違う、9000円分ぐらい買ってきちゃった。本当はこんなに買う予定ではなかったんですけど、ついついね、釣り屋さんに行くと買ってしまいますよね。ですね、今回その中でも、まあね、紹介したいもの、新商品。こちらですよ。こちらですよ。ついに来ましたよって逆か。ついに降臨しました。ジャッカルからガンティア。こちらをね、購入してしまいました。これね、買う予定じゃなかったんです。ただね、釣り屋さん行ったらあったからね、もうすぐ、バッって取っちゃった。誰も他に買う人いねえかっていうような、ね、顔してね、買ってしまいましたよ。2つしかなかったんですよ。カラーはですね、CT ウロホロちぎる、もう河口湖の代名詞カラーをね、買いました。さあ、早速開けて、どんなものなのか、まず見ていきましょう。ついに来ました。ギガンティックジョイントベイト、ガンティア。こいつのベールをついに脱がす時が来ました。ですね、スペックが、レンジが 180mm、ウェイトが 52g のサスペンド仕様になってます。1、2、3、多連結ジョイントベイトという名でしょうか。まず開けてみましょう。オープン。パッケージがまたおしゃれだよね。さあ、早速取っていってみましょうか。おや、どうなってるの？あ、こうなってんだね。なんかこれチョコレートの型にできそう。さあ、開けましょう。こんな感じです。あ、もう持った感じ、頭からどっしりきますね。どっしり。重い。で、口のところはこういったところでね、センターボードみたいなのが入ってますね。お口のところには。そんな感じだね。で、フックは、これはガマカツフックかな。しっかりと研ぎ澄まされたフックでよくかかりが良さそうです。で、尻尾。これですよ。プル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 系です。これは楽しみですね。まあちょっと見ていきましょう。頭の方にラインアイがついてますね。こんな感じで。ラインアイというのか、これは、フックアイというのか、何なのか。背張りチューンにできるんじゃないかというようなやつ。で、これが多分ね、最近、ジャッカルのね、ビッグベイト系のものには必ずついている。これですよ。これはあれですね。ウェイトチューニングができるのかなって感じですね。さあ、まず、こちらのね、どんなものか書いてあるものを読んでいきましょう。見せて食わせるナチュラルアクションを追求。まあね、ただ巻きではナチュラルなアクション。まあ、スローシンキング、サスペンドって書いてあるけど、まあ、スローシンキング気味に落ちていくのかな。一定レンジを超デッドスローに誘うことが可能と。で、気になるのが、さらに、ここですよ。ステイからのトゥイッチを加えれば、移動距離の少ない首振りアクションで、ピンスポットでの誘いまでこなします。これが気になるんですよ。これ一回水に沈めてみようか。どんな感じになるか。水中姿勢がどんな感じなのかな。まあ、間違いなく河口湖なんかのね、岩盤メインのフィールドだったら、これ沈めた瞬間もうスタックアウトみたいな感じになっちゃうよね。あとは気になるのは、この尻尾の部分が、果たして、河口湖では適用になるのかどうなのかっていうところまでちゃんと調べていきましょう。それではまずは水中映像から見ていきましょうか。さあ、それではガンティア。ですね、水中の、これ動かしはできないんだよね。狭いから。まあ、気になるところはナチュラルにこう泳いでくっていうのは、まあね、いろんな動画を見てガンティアも出てますからわかるんですけど、俺が気になるところは水中のステイの状況。それを見ていきたいと思います。それでは落としてみましょう。まず、フォールのスピードだね。浮くぜ。前もなんかこういうのあったら違うルアーレビューでさ、浮くっていうのがあったね。あ、そうかそうか。俺は、思い込みをしていたな。これは完全にサスペンドモデルなんだな。俺はシンキングモデルとだとばかり思っていた。だからこそ、この顎下に愛がついてて、これ、重りをつけてね、ここの、よく見えてないか。このね、浮いてくるんですよ。まあ、サスペンドモデル。俺は本当にスローシンキングばりのサスペンドモデルだと思い込んでいたが、これは本当にサスペンドモデルなんだな。まあ、スローフローティングと言った方が、正しいのだろうか。だからこそここの顎の下、わかるでしょうか？顎の下に、ここですね。この愛がついてるわけですよ。これにちょっと重りを通して、ちょっと沈ませてみましょう。はい、重りをつけました。さあ、ステイのね、威力、どんな動きをするか見ていきましょう。いきます。落としますね。あー、なるほどなー。こんな感じかー。うん、今、こうね、地面ステイをしているところでございますが、完全にフックがね、もう、地面のボトムに触っちゃってるんだな。はい、こんな感じですね。ステイしている時に、こう確実にね、これ、針がね、もうボトムについちゃってます。はい、それでは、ガンティアの方ですね。まあ、臨時的にちょっとチューニングしました。スナップから、だいたいリーダー10センチぐらい取って、重りをセットしてみました。これで落としてみましょう。いきますよ。どうなるかな？ 10 日。これ見るとさ、ビッグジョイントベイトのダウンショットだよね。今思ったけど。ダウンショットだ。ダウンショットチューニングだ、これ。うん、になっちゃったよ。ダウンショットチューニングに。いや、このままズル引きを、このレンジをキープして、引いてこれると思うけど、まあ、本当に斉藤。何がブラインドな状態でやると怖いかもしれないな。障害物にまずコンタクトするのがルアーになるからね、こう引いてくると。そうだよね。まあ、重りが下の岩盤についた時にはルアーはその上をもう通過してるから、容易にもしかしたらスタックする可能性が出てくるし、まあ、なんていうのかな、確実にサイトできるところに入れて、まあ、このぐらい、ボトムよりまあ10センチ程度浮かせてあげて、こう、ステイする方法がいいのかな。はい、ちょっと実践的なところも視野に入れて、かなり短くしました。まあ、5センチいくかいかないかぐらい。これでちょっと様子見てみますね。いきますよ。なるほどね。5センチぐらいの、まあ、これはフロロラインなんですけど、まあ、それとちょっとね、こう、金棒型の、ダウンショット用の、シンカーをつけて、5センチぐらいの、まあ、フロロのリーダーを、まあ、今、仮につけてます。そのぐらいで、ようやくボトム、まあ、フラットボトムで、まあ、2、3センチ浮くかどうか、うん、ぐらいかなと思います。で、今ちょっとカラーをパッと見てみたんですけど、頭の方からこれ、鱗のギルか、なんですけど、尻尾の方に従って、こう、クリアになってるじゃないですか。で、ちょうど今手を入れますけど、ここら辺、こっからここまでがカラーリングできてますよね。だから、だいたい、なんだろう。まあ、言うて7センチから8センチぐらいのギルのシルエットだね。カラーの見た目は。で、ここら辺、ちょうど中指のここら辺からこっちにかけては、クリアになっていくから、まあ、見た目のこの視覚的な要素としては、ここまでの大きさのギルに見えるよね。で、こっから、透明になっていくから、まあ、視覚的要素はまあ先ほど言いましたけど、まあ見えない。だけど動かすと波動がその多分このぐらいの大きさのルアーより波動を生み出すからより強いアピールに変わる感じになるんでしょうかね。はい。まあこんな感じでとりあえず今回、このガンティア、水中のステイの様子をね、まあ動画にしてみました。ですね、やっぱりこの重りをつけてね、ボトムにつけることによって、まあ、この針がやっぱりね、もともと元来デフォルトでついている針が、まあ、岩盤とかにスタックしてしまう、まあ、可能性が出てくる。まあ、だから、単純に考えれば、背張りチューンをした方がいい、っていう形になりますよね。まあ、そうしたら今この針はついてますけど、まあ、まず取りましょうという形で、まあ、取ったという形にしておいてください。じゃあ、どうすればいいかとなったら、まあ、元来私がね、違うメーカーのやつでも背張りチューニングみたいな形でやってたと、ね、やってる動画があるんですけど、まあ、それをヒントにしたことと、あとはまあね、まあ、サイトでも、公式サイトでも発表されてるのかな。まあ、あとはいろんなね、こう、ね、背張りチューニングのやり方や、ネットの情報等を、参照しまして、まあ、ベーススタイルの背張りチューニングにしようじゃないかという形で、こういった針をまず用意しました。ダブルフック。これもガマカツフックですね。番号を忘れました。非常に研ぎ澄まされたフックでございます。それに、こういった回転系のスイベルを装着しますね。こういった回転系のスイベルを装着します。そして、ここのデフォルトで付いているこのリング。これに、このスイベルをつけてみようじゃないかという形をとってみます。さあ、まずつけるところから始めましょう。はい、うまく装着できました。こんな形で装着します。そして、ここの、この、ラインアイ、背張り用のラインアイ、上についてるラインアイは何ぞやと言ってたところに、こういう形でかけると、背張りチューンの出来上がりっていう形になりますね。まあ、あとは、お好みでこの、やっぱ、スイベルの長さにこだわりがある人は、小さいものにしたり、針の大きさを変えてみたりっていうのが、まあ、その人には個人差が出るんじゃないかなと。僕はとりあえず、今、現行自分のボックスにあったものを使用して、こんな形に、作ってみましたと。まあ、できる限り、ここのリングがね、このスイベルに引っ張られて、ルアー本来の動きが出なくなってしまうと困るので、そこの長さは調整していこうかなという考えですね。はい。こんな感じで、背張りチューニングにもチャレンジしてみました。はい、いかがだったでしょうか？ガンティア、非常に待ち遠しいルアーをゲットすることができました。そしてまたね、背張りチューンの方にもチャレンジしてみました。まあね、もう非常にナチュラルに巻いてね、クリアレイクである河口湖でもね、かなりな威力を発揮してくるんじゃないかと思っております。そしてね、ピンスポットでもね、このように、背張りチューニングにして、まあ、下のね、フックは外して、このように重りをつけて、背張りをつけて、ピンスポットでね、見えるデカバスのサイトにもチャレンジしていきたいと思います。さて、あさってあたりに、これをもっと実調に行きましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ジャッカルガンティアの方を、初開封、そして水中映像と、背張りチューニングの方にもチャレンジしてみました。実況が楽しみです。バイ。忘れてました。これですね。こちらのテールは河口湖では使用できるのかというところです。まず見ていただきたいのは、こちら。このルアーにはエラストマー製テールを使用していますと。一応ネット検索で調べたところ、まあ、こういった類のビッグベイトのテールはエラストマー製品で使われているのが多いと。エラストマー製品に関しては河口湖では、禁止になっておらず使えますよというような見解の、情報がかなり多く寄せられています。まあ、今回のこのガンティアに関してはエラストマー製品を、使用しているという形で書かれておりまして、確かな情報によると、まあ、エラストマ製品は河口湖では使用可能だという形になっています。ただし、何かしらね、こう情報はね、どんどん改定されていきますので、正しいことは、まあね、どこかのそういった、詳しい方に問い合わせるのが一番かなと思います。私はこれを、河口湖で使用していきます。もしダメということが分かり次第、謝罪を込めて、こちらの尻尾は外して使用していきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイ。チャンネル登録お願いします。